今日は先日買ったこちらの X ゴーストプラスで何種類かのフリーキックを切ってみようと思います。この X ゴーストの表面が非常にツルツルしているのでカーブとか縦回転がかけにくいんじゃないかなと思って練習がてら縦回転とカーブとあと無回転もちょっと蹴ってみようと思います。今日もまた人工芝になるんですけど前回、意外と引っかかりなどもなくて蹴りやすかったので蹴ってみようかなと思います。ただ人工芝での FG モデルの使用は個人の自己責任で使ってもらいたいと思います。